茂原を過ぎると、それまで内陸を走っていた外房線は、上総丘陵の山を避けるように、一気に海岸線へ向かいます。上総一宮駅は、外房線のターニングポイント的な駅です。それまでずっと伏線の線路だったのが、ここから先は所々に単線を挟みつつの伏線となります。東京から京葉線経由で直通する快速列車は、すべてここで折り返していき、1時間に1本の普通列車という、田舎の領域となります。名前からわかるように、駅の近くには上総国一宮、旧両政国の上総国で、一番偉い神社である玉崎神社があります。東京2020、1年延期にはなりましたが、五輪のサーフィン競技が、この一宮町の海岸で行われるそうです。サーフィンがオリンピック競技だということを、この時初めて知りました。で、ここから勝浦駅に至るまで、ビデオカメラを回してはいたのですが、一生目の前で雑木林が高速移動してるだけの、動画代もクソもあったもんじゃないひどい素材ばかりでした。そこで、ついこの前、私から貴重な時間を奪ってきた憎きソフト、Google Earth に、ツアー動画なる機能がついていることを知ったので、早速活用しようと思います。この青い線に沿ってカメラは動きますが、この線は、外房線に並行する国道128号です。外房線は、こっちの黒い線です。Google マイマップを使って、KML ファイルを作成し、それでツアー動画を作ったのですが、残念ながらマイマップは、鉄道経路に対応してないんですよね。さて、外房線に直行する緑の線が見えてきました。千葉県唯一のひらがな表記の市である、いすみ市と一宮町の境界です。仮に漢字で書くならこうなるはずです。市の旗はこれ、アホみたいにわかりやすい式です。いすみは実は伊勢海老が名産品です。ここ数年の伊勢海老の漁獲ランキングは、ちゃんと名前の通り、三重県が1位を保ってるのですが、絶対王者的な圧倒的1位というわけではなく、千葉県が三重県を下して1位になったこともあります。アホくさ、やめたらこの名前。まあこの千葉1位に貢献してるのがいすみ市というわけです。さて、Google Earth では、鉄道路線は黒線で示されるのですが、何やら分岐している線路があります。駅は大原駅、路線はいすみ鉄道いすみ線、かつての国鉄赤字線である木原線を地元自治体が引き継いだものです。高度成長期の日本で活躍したディーゼル車両を運行する数少ない鉄道会社として、全国にそこそこファンを抱えてるみたいです。前方に御宿町が見えてきました。月の砂漠とかいう、有名な童謡の舞台となった、御宿海岸のある町だそうですが、私は聞いたことがありません。関東の小学校ではよく歌われるんですかね。御宿はさして大きな町ではないので、ものの数分で、勝浦駅に到着します。勝浦は気をつけをした千葉くんの左手の先っぽに当たる部分です。多分この左手は、勝浦は千葉くんのケツ穴、という不名誉極まりない称号を防ぐためのものだと思います。沿岸の勝浦海域公園は、関東の海水浴場として有名です。これを撮ったのは9月2日。8月は過ぎてもまだまだ夏が続いていた時期です。海に大きなゴミが浮かんでるなぁと思ってアップしたら、海水浴客でした。念のため軽いモザイクは入れておきましょう。皆さん結構沖合まで出てますね。それに波も結構高いような気がします。こんな時期に海に来る人は海慣れしてるから大丈夫なんでしょうね。この列車はボックスシート付きの車両とロングシートしかない車両がごちゃ混ぜで編成されているのですが、ロングシート車両は誰も乗りたくないようで、一人も乗っていませんでした。だから私が乗ります。18キッパーなどの長距離旅行者からは、嫌われがちなタイプのシートで、もちろん私も嫌いですが、貸し切りとなってくると、話は別です。撮影のために車内をうろついたって、誰にも迷惑はかけないし、キーな目で見られることもありません。列車は、なめがわアイランド駅に到着します。なめがわアイランドという列車施設がこの近くにあったのですが、もう20年近く前に、ディズニーや鴨川シーワールドとの勝負に敗れて、閉園となってしまい、今は関東圏の有名な廃墟をやっています。あの駅はなめがわアイランドが落ち目になりだした昭和45年に作られたもので、閉園後も名前を変えることなく、虚しく墓標をやっています。しかし、そんな駅でもスイカには対応してるんだから恐ろしい。野ざらしの簡易スイカ改札が地面に突き刺さってます。さて、ここは阿波小湊駅。この辺の運行本数を考えると、3番線まであるのは、なかなかに立派です。特急若潮号の停車駅でもあるのですが、いすみ市の大原駅を過ぎてからの若潮号は、お前本当に特急か金返せというくらい、通過駅が少ないです。大原以降の停車駅はこんな感じ。実はこれ、駅を1個ずつ飛ばしているだけです。所要時間も普通が43分に対して特急38分と、特別急行としての格を何一つ感じられません。シートが豪華、くらいじゃないですかね。コメントで、暴走特急は停車駅が多くて遅いというのがありましたが、マジで遅いですね。大原から先は快速でも名乗っとけばいいんじゃないですか。次は阿波天津駅。特に何もないですが、アナウンスが阿波は言ってて、面白い駅でした。なお録音はし損ねました。蘇我から2時間近くかけて、列車は終着の阿波鴨川駅に到着します。蘇我で分かれた内房線と、この駅で再び合流します。
JR 東は来年、房総半島の普通列車向けに新型車両を投入するそうです。JR 東って車両の置き換えペースが西に比べて圧倒的というイメージがありますからね。もし新型がデビューしたら、ものの数年でこの209系の並びが見えなくなるかもしれません。貴重になるかもしれないから残しときましょう。鴨川からは名前が内房線に切り替わり、列車もジャンボフェリーから数えて第5走車の内房線立山行きに乗り換え、でもさっきと同じ車両なので特に何か変わったなという感じはしません。線路は鹿児島市電のように緑化されていました。ちょっと自然に任せすぎな感じもしますが、房総半島の鉄道は東海岸の線路と西海岸の線路が南下していくことで作られました。この南下し続けた鉄道たちがぶつかったのが内房線と外房線の境界である鴨川だというわけです。一時期は房総線と一括りで呼ばれていましたが、呼ばれるようになって間もなく外房線と内房線に分断されることになりました。ところでさっき新型車が投入されると言いました。新型車登場という響きは陳腐で前時代的な汚い設備が新しくなる感じがして良いことのように聞こえますが、ここの場合は単純に素晴らしいと喜べないかもしれません。現在千葉南部で活躍する209系は1編成4両ないし6両で、必ず運転手と車掌がペアになって動かさなければならないのですが、新型車は1編成2両で運転手1人でも動かせるようになっています。つまりこんな加速感に4両の電車と2人の乗務員を割くのはもったいない、発展的衰退を意味しているということです。房総半島東海岸の旅ももうすぐ終わりますが、多分太見駅を過ぎたこの辺りが最も海に近づく場所だと思います。国道6号の日立バイパスのような海上橋が見えますね。今日は大潮でこの時間は干潮、完全に橋脚が砂浜に突き刺さってるように見えますが、満潮になればきっと海の上に浮かぶ橋になることでしょう。列車は海駅に到着。さすがに誰もホームにいないということはありませんでしたが、ここが東京から100キロ離れてない場所と考えるとかなり少ないです。どうやら保線のおじさま方が乗り込んでくるみたいです。ところでここは南房総市、とてもわかりやすい名前のこの市は千葉県の南端にして東京島しょ部を除くと関東最南端の野島崎がある市で、北の方には千葉県最高峰の愛宕山があります。お、京都のパクリですか。最高峰といってもその標高はわずかに408メートル、東京スカイツリーにすら負け、県域全部の島の沖縄県の最高峰よりも低く、全都道府県の最高峰の中でワーストです。実は房総半島は全体的にとてもまな板でして、県全体の平均標高はわずかに42メートルしかありません。この数字もやはり最下位でして、ムービーの沖縄県86メートルも半分にしかありません。チーバ君を正面から見るとペラッペラなのです。ところで窓にゴミみたいなのが映ってますが、これは私の召使いの手です。汚いですね。さてここは千倉駅。千倉は千葉県最南端の駅です。とは言っても野島崎まで直線でも10キロ以上ありますが、東海岸の旅はここで終わり、この先は西の立山を目指します。特に話すこともないんで立山まで飛ばします。阿波鴨川発の内房線列車の大半は立山で折り返していき、逆に千葉や木更津などの東京方面からの列車もまた立山で東京方面に引き返していきます。よって私もここで列車を乗り換えねばなりません。乗り換えた列車もまた209系でした。東京の列車は新鮮だったけどちょっと飽きてきたかな。この列車は東京アクアラインで有名な木更津まで向かいますが、私はその一つ手前の君津で降り快速列車に乗り換えます。立山で停車してる間にこんなのを買いました。快速列車のグリーン券です。もうじき内房線快速の世代交代が行われるみたいなんで、東大の電車が引退する前に乗ってやろうという魂胆です。ところで雨が降ってきました。どうせすぐ止むってことは知ってるんですが、ピントが合わなくなるから勘弁してほしいものです。立山市の北、鋸南町の名前の由来はもちろん町の北部にそびえる鋸山から、標高たったの300メートルちょっとというとんでもなく低い山ながらも全国的にそこそこ知られた観光地です。やはり山頂の形状とその形状が生まれた理由が印象的だからでしょうか。鋸山の独特なあのノコの葉のような岩肌はいい建材になるからと昔の人々が採石をしまくったから生まれました。私もマイクラでいい建材になるからとメサバヨウムの山を形が変わるまで削ったことがあるんで、その気持ちなんとなくわかります。ちなみに鋸山の本名は乾坤山といい、乾坤とは天と地、あるいは陰と陽といった対極を意味する言葉です。日常で聞くことなんて皆無な難しい言葉ですが、私はこれを中学2年生の頃に知りました。すごいでしょ。思い出すだけで鳥肌立ってきた。山頂にある日本寺の大仏の高さは31メートル、これは日本一の大きさですと京葉ガスのホームページに書かれていたのですが、これを見て私は、いや日本一は茨城の牛久大仏やろ
数少ない希少な草々ない茨城の魅力を持っていくなと思いました。しかしどうやらこれは座ってる大仏での最大のようで、タッチも含めた場合は依然として牛久大仏が1位です。ところで大仏とそうでない仏像のラインはどの辺なのかなという疑問は皆さん一度は思ったことがあるでしょう。そのラインは1乗6尺 4.8 メートルとされています。で、この 4.8 メートルが何なのかというと、なんと釈迦の身長だそうです。いや、釈迦完全に巨人ですやん。セイントお兄さんでは普通にイエスと並んで歩いて立川の街に溶け込んでたけど、実は体を縮めてたんですね。のこぎり山を越えるとネタにされがちという話の富津岬が見えてきました。チーバ君に表現されていないじゃないかというクレームが頻繁につくそうですね。まあ富津岬を表現しちゃったらチーバ君はすごいデベソになっちゃいますからね。デベソに対する偏見を助長するから政治的に正しくないと削除されたのでしょう。私のスペアの方はおちんちんを装備したゆるキャラとか発表できるわけがないやろ。しかもちょっと上向いてるし、三浦半島に向けてなんかかけてるしと言っていましたが、ちょっと意味がわかりませんね。どういう脳構造をしてたらそんな発想になるんですかね。そんなだから髪までピンクに染まるんですよ。真面目な話をすると、富津岬の根元からの長さはだいたい6キロで、千葉県の北から南までの長さは約125キロ。チーバ君の身長を一般成人男性と同じ170センチとすると、だいたい富津岬は8センチ程度となります。で、やや上を向いていることから、これは覚醒時であると思われますから。チーバ君はすっぴんですね。君津の一つ手前の青堀駅では、運転手さんがなんか手を挙げましたが、あれ、もしかしてこっちに向かって手を振ってたんですかね。いや、そんなはずないか。君津に到着しました。5分すれば目の前の快速列車が動き出します。長さは驚きの15両編成。在来線で一番長い編成だそうです。グリーン車は2階建て、関西の京阪特急を彷彿させますが、こちらはダブルデッカー車が2両も繋がれます。それだけ需要があるんですね。まあ、もちろん2階席一択ですよね。しかし荷物棚がなく、花壇を置くことができなかったので、平屋席を選ばざるを得ませんでした。車内はガラガラで、隣の席に荷物を置くのも良かったでしょうが、当然、1席分のグリーン券しか持っていなかったので、2席分も使うことがはばかられたのです。この列車は一応快速列車ではありますが、私が乗る君津から蘇我駅までの間は、ほとんど確定として振る舞います。通過するのはたった1駅です。君津の次の駅は木更津。東京湾アクアラインの影響でそこそこ有名なんじゃないかなと思います。私も茂原市とかいすみ市とかは知らなくても、木更津は名前も場所も知ってましたからね。で、その木更津の中央駅の周辺を初めて見た感想ですが、あんまり都会って感じはしませんね。決して小さい規模の市ではない、むしろ大きい部類ではあるのですが、アクアライン対岸の100万都市川崎とかをイメージしながら眺めると、かなり地方都市という印象があります。木更津駅を出てしばらくの間は、住宅街と田んぼが入り混じる、町と田舎の中間くらいの雰囲気の場所を走ります。田んぼの向こうに大きなクレーンが見えます。何か開発をしているのでしょうか。内房線内唯一の通過駅である岩根を過ぎると、間もなく頭上に高速道路が見えます。東京湾アクアラインと千葉県の高速道路を結ぶ連絡道です。朝方には時速180キロで駆け抜けるプロボックスの姿が見られるそうです。ここ袖ヶ浦は、君津と共にアクアラインの恩恵をたんまりと受けた街です。そして、高速バスや自動車がとても重要な街です。鉄道を使うと、東京湾岸を迂回せざるを得ませんが、アクアラインを使えば、バーッと行って、シュッと曲がればすぐに東京都心です。基本的にバスより鉄道の方が早いですが、ここに限ってはバスの方が圧倒的に優位です。こうなるとアクアラインに鉄道を通すのもいいんじゃないかと思いますが、残念ながらアクアラインは道路のことしか考えてないため、片側3車線に拡張する余地はあっても鉄道を通すことはダメみたいです。袖ヶ浦で車といえば、あの道も外せませんね。千葉は東京を名乗るだけでは飽き足らず、よそ様の都市の名前まで借りています。それが千葉フォルニアです。東京湾沿岸の工業地帯の端っこに作られたこの道は、埋め立て地の道らしく、ひたすらにまっすぐで、しかも道幅もまあまああって、道端にヤシの木みたいな、とりあえず植えておけば南国になるやろって感じの木が生えていて、これがなんとなくカリフォルニアっぽいから千葉フォルニアと呼ばれるようになったそうです。今日は空模様があまり良くないですが、よく晴れた日に自慢の車を並べて写真を撮るというのが、関東の車好きやライダーの間で流行ってるそうです。ツイッターを見ると出るわ出るわ。私も一度、ヤシの木の下に車を止めて写真を撮ってみたいものです。まあ一
中央路中禁止みたいなんで堂々とはできんですし、ここでも推奨はできないですがね。カリフォルニア州がなんとなく南国というイメージが一般に広がってるというのは、この千葉フォルニアの存在を見れば自明ですが、これにちょっかいを入れたくなるのが私の佐賀です。カリフォルニア州の面積は実は日本よりも広く、しかも南北に長くてですね、ロサンゼルスとかあの辺りは確かに温暖な南国なんですが、北側のオレゴン州との境界線は北緯42度と函館とかと同じくらい北の方にあります。もちろん海流とか地形とかも気候に関係してくるので、北の方にあるから寒いとは一概には言えないのですが、少なくとも南国ってイメージは湧かないですね。とんでここは五位駅、絶望的に古そうなディーゼルカーがいますね。五位を起点とする小湊鉄道では、なんと60年前に製造された機動車が未だ現役です。さっき紹介したいすみ鉄道と合わせると房総半島を横断する路線を描くこの鉄道ですが、首都圏から近い割にこの2つの路線だけ時代が狂ってるとして、鉄オタからは割と人気の路線です。今にして思えば房総半島一周よりもこっちを使った方が動画映えしただろうに、惜しいことしちゃったな。君津より40分、蘇我駅に到着します。1000円課金しちゃいましたが、誰も乗ってこず、反面普通車は混雑してたので、その価値は十分あったように思います。とても快適な旅でした。次は鳴門線です。今回で房総半島を終わらせるつもりでしたが、喋りすぎたので一旦切ります。当チャンネルでは旅行動画を、概要欄から飛べる解説チャンネルでは交通に関する解説動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。チャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。